花輪知恵のハローワールド。みなさんこんにちは、花輪知恵です。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は16カ国目、ルクセンブルクの話をしていきたいと思います。ルクセンブルクは、2015年と2017年2回、演奏をさせていただきました。当時のブログを見返すと、どちらもですね、とにかくフォトジェニックな街だったって書いていたので相当ね、フォトジェニックだと感じたんだと思います。すごく国民の生活の質が高いなというイメージがありまして、やはりそのヨーロッパの地域内におけるその国の位置づけというか、まあポジションだったりっていう、そういう地理的な関係ももちろんあって、その結構ね、要とされている国ということで、皆さんすごくね、豊かな暮らしをされているだなという印象を受けました。2017年に行った時はお城で演奏させていただきました。ブルグリンスター城というね、もともとお城だったというところで、今は市民の方の憩いの場となっておりまして、コンサート行われたりとか、なんかそういったね、催し事が行われているすごく素敵な、場所なんですけれども、本当にそういうおとぎ話に出てくるような風景が普通に広がっている国でしたね。ルクセンブルクの思い出はやはり何といってもムール貝ですねムール貝ってヨーロッパ割とどこでも食べられるんですけど、なんか特にルクセンブルクってムール貝はたくさん食べる機会が多くて、もう一人バケツ一杯みたいな感じで出てくるんですけど、もう余裕でペロリと食べられちゃうぐらいね、すごく、プリプリしてて美味しいムール貝でした。はい、ということで、16カ国目ルクセンブルクのお話をしてきました。今日はですね、そんなルクセンブルクとはあんまり関連性ないんですけど、以前この動画で津軽ジンクを演奏した時に秋田ジンクっていう曲もあって、私はそれもすごい好きなんですよっていう話をしたところ、秋田ジンクも聞いてみたいという声をいただきましたので、今日は秋田ジンク演奏してみたいと思います。それではどうぞ。秋田ジンクお聴きいただきました。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。では、次の動画で元気にお会いしましょう。それではさようなら。バイバイ。